セミヨケセンシノイポンテツゲク。はい、ごきげんよう諸君。セミヨケ先生、宗教改革って何？ローマ教皇を頂点とするカトリックの全ヨーロッパ支配、ヒエラルキアに対して、16世紀初めにルター、カルバン、ヘンリー8世が起こした教会の分離改革運動で、彼らは抗議派、プロテスタントと呼ばれた。それって何のこと？十字軍の失敗と疫病の蔓延で教会権威が失墜すると、ルネッサンスとともに教会批判が吹き出す。カトリック教会はそれを魔女狩りで威圧する一方、1503年、首相ブラマンテにローマのバチカン大聖堂を改築させ、ルネッサンスに便乗して威厳を取り戻そうとした。この資金調達のために教皇の実家フィレンツェのメディチ家が魔女狩り除けの食友情を売り出したんだが、しかしこれが地獄に落ちた先祖まで救えるとしたものだから、1517年ウィッテンベルク大学の教授ルターが神に対する教皇の謁見だと噛みついた。そして彼は聖書をドイツ語に翻訳してイスラムのように個人が持ち運べる信仰に変え、教皇や全皇ではなく個人の信仰によってのみ神と正しい関係になるという信仰義人説を唱え、ついにはカトリック教会から独立。この影響を受け、スイスのジュネーブでもカルバンが教会を町の長老たちの自治とし、やはり教皇や全皇を指定して神の身に全ての決定権があるという救済予定説を取り、神からの使命としての職業に励むように促した。これらとは別に、英国のヘンリー8世は自分の離婚を教皇が認めないことに腹を立て、1531年自分が英国教会の司教となり、カトリック教会の財産を没収して絶対君主制を始める。先生はどう思う？いくら今更宗教を改革したって、信仰そのものが信用を失ってしまっていたのだから、その後どの派も政治利用されて共倒れになっただけだよ。住岡先生、よくわかったわ。ありがとう。